あの街、この街、小野の小町、街づくりラジオ。時刻は19時になりました。街づくりラジオの時間です。はい、パーソナリティは私、焼肉大好き、あーちゃんです。 はい、焼肉大好きこの番組は「まちづくりラジオ」と申しまして、はい、あの全国各地のまちづくり事例あの全国各地のまちづくり事例あのどこどこのまちがどんな風になったらいいなだったり、はい、あの図書館だったり公民館だったり、はい、どんな公民館や図書館が欲しいなとかいつもはまちづくりのお話ししてる番組なんですけども今日はちょっとまちづくりの話題は 今日はお休みして今日は僕個人パーソナリティ私個人の趣味全開の趣味全開の特別,特別編としてあの僕の好きなあの音楽のアーティスト B’zB’z について、はい、あのゲスト共通,の共通の趣味の B’z が趣味のゲストの,、はい、あのラジオネームサクサクさんという方を一緒にゲストをお招きして。 はい、お話、ビーズについてお話ししていくビーズにトー,クとビーズトークスペシャルとしていきますので通常の街づくりはお休みとなっております。というわけで、はいはいえー、っと今日のゲスト、サクサクさんはですね、えー、っと FM 講座のいろんな番組のリスナーさんであり、はい、よくラジオネーム聞かれる方もいるかと思うんですけども特にあーちゃんのキラキララジオなどでサクサクさんという方、よく読まれているサクサクさんですので。はい ではサクサクさんの紹介をするんですけども、はいはいではえー、っとサクサクさんでははいえー、っと自己紹介お願いいたします。はい皆さんこんばんはサクサクです。<laughs> はいすいません、はい、<laughs> こんばんは皆様 <laughs>、えー、この FM 小座をまあよく聞いておりますサクサクでございますよろしくお願いします。はい。 サクサクさん今日はよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。はい、えっ、ー、とサクサクさん今日はあの顔出しはあの NG ということで、あの YouTubestream 追加するご覧の皆さんはあの画面映ってはいないんですけども、はいはい、はい、声声は聞こえるかと思いますので、はい、はい、ではサクサクさんちょっとした自己紹介、まああの個人的なビーズのトークする前に、例えば好きなこビーズ以外に好きなことだったりお仕事だったり何か例えば僕の趣味はあの 僕の仕事は公民館関係で休みの日の趣味はお花巡りお花祭りだったり花と緑の公園とかいたいなんですけどもサクサクさん何かそういった好きなビーズ以外で好きなこととか何かそうですね好きなことはやっぱり旅ですね旅旅行とか旅行が好きですね人生は旅だとよく言われますけれどもあちこち 行くのが好きで、まあ、車で行ったりとか散歩したりだとか、はい、えそういうのが好きで、まあ、一人で行ったりとかあのいろんな人と行ったりとかうそういうことが、えー、楽しくて、はい、よく、まあ、大体一人ですすけど <laughs> 行ってますね、はい、その中でまあ,あの散歩中にビーズを聞いたりだとか<う>あのしてて楽しんでたところ、えー、たまたま FM コーのこの番組で、はい、ビーズ好きない 方がいると知ってこれは一度会ってみたいと思い今日やってまいりました。もう今日だから本当出れて嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そのサクサクさんがヤフンコサで美術好きに出会ったのは僕ということで、もう文明的な出会いですね。ありがとうございます。このようにラジオがはいあの出会いをつなぐ好きな音楽やラジオが出会いをつなぐこと後あるかと思いますので、はい。 これもまあまちづくりにつながるんじゃないかなという展開にもい、うん、はい持っていくかとおもんですけども、うん、いつも聞いてますよ素晴らしい声で、はい、い福山雅治さんですよねどうも福山雅治ですよ小雪小雪 <laughs> というまだまだいはいまあまあ今日は <laughs>、はい、福山雅治ではなくてビーズビーズ特集ですのではい。 というわけでじゃあ CM を挟みましてではビーズトークしていきたいと思いますのでえーとメ,ールはいメールアドレスをご紹介いたします。ズ今日はビーズに関するトークでメールをお待ちしております。ビーズに関するトーク、皆様のビーズの思い出、小学生、中学生時代、何が流行ってたなとかビーズのライブの思い出だったりはいメールアドレスはえお待ちしております。メールアドレスは7 6 1 mark f m c o s a j p 7 6 1 f m c o s a j p f m c o j p 7 6 1 a m a fmkoza.jp また、ユースム今、続けますなどインターネット配信でのコメントもぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いしますということで、では一旦 CM を挟みまして、CM 明けにビーズトーク行いきたいと思いますここでお願いします。 イエー、yeah, めっちゃ、ホリデイ。ウキウキな夏競馬。小雪。ということで。はい。今日は。松浦。あやや特集ではないです。ではなくて。はい、ビーズ特集で。いきたいと思います。はい、はい、今日はビーズ特集。はい。えー、っと、ゲストのサクサクさんと一緒に。 はい、ビーズトークをしていきたいと思いますということで、はい、早速ではビーズに関するあの思い出だったりの話なんですけども、はい、えっとではえー、っとサクサクさんは、えー、っとビーズのファンになった、えー、っときっかけだったり思い出だったりあの小学生の頃だった例えば僕はビーズの,あのファンになったのは小学生ぐらい小学3年生頃ぐらいに、はい、えっと小学生のラブファントムですね。あやはり多多分多くの方が あのラブハントムの「X ファイル」でしたっけ「ああね、X ファイル」というテレビの,の、ねはい、テレビ番組で X「X ファイル」で「ラブハントム」が流れてた時に僕が小学3年生頃だったので、うん、やはり、まあ、小学生はやはりテレビの影響を結構受けますので、はい、それで、はい、衝撃を受けて小学3年生ぐらいの頃から「ラブハントムで」で僕が小学5年生ぐらいの時に、はい、あのコーリング。<laughs> コーリングがあってあ<ー>それも小学5年生で今思えば小学5年生がコーリングみたいな雨に打たれるあんな曲、はい、あんなすごい熱いバラード <laughs>、うん、そ,うそうですね、はい、壮大な曲ですよ、ね、壮大な曲と、うんはい、かも聞いてたんですけどサクサクさんの時代的にはどのぐらいに聴き,、はい、き始めたとかはそうですね大体同じですねもともと聴き始めたのが、まあ、私のいとこが、はい、え大変なビズ好きで。 えそれでこの人たちかっこいいから一度聞いてごらんとあの言われていたんですねでやはり私も当時小学生でしたから何だろうビーズってあのアクセサリーとかに使うあれが好きなのかなって最初思ったんですね <laughs> あ,れあれが好きだけど音楽,や音楽のでビーズっているのかなっていうそこから始まりでやっぱり私もラブファンともですねあの校内放送で流れまして最初あの「 オーケストラの音楽流れますよね、はい、それであの学校の先生が担任の先生が言うんですよ「あらいい曲ね」って、はい、でこうゆったりとした音楽が流れてそこから一気に加速していきますよねジャジャジャーンとそれ聞いて「あロックなのね」って先生が言ってそれで <laughs> その言葉がすごく印象的に残ってこれがビーズなんだってて初めて<う>その時初めて知りましたねそこから、えー、やはりあれですねあの 地獄先生ヌーベイの、はいえー、主題歌になりました「見えない力」だったりそこから少しずつビーを知るようになってで、えー、ある時テレビを、えー、ミュージックステーションかな見たらあのすごい腰をくにゃくにゃさせて足もくにゃくにゃさせて踊る稲葉さんを見て衝撃を受けました、ねはい、そこからですね、はい、そこから少しずつ聴き始めて。 そうですね。僕があのラブファントムの時小学生っていうことで、あのあの年代もだいたいバレるかと思うんですけども、はい、ビーズファンの方はあのラブファントムは何年とか結構わかると思いますね。まあ僕はまあ三十歳なんですけども、<laughs> じゃあサクサクさんも年齢は公表していいのであれば、まあ同じ三三十ですね。三、は、十、い。あれ僕と同級生だったんですか。あ,あ、飛ですああ。ああ、<laughs> そっか。あ、三十一年。学年としては一つ上で、はい、そうですね。やはり。 そうですね。ビーズ好き何年の頃に何聴いたって言ったら、うん、はい。まあ年代が、はい。まあそうですね。やっぱりビーズ好きは僕よりもう少しちょっと五高上十個上10個の方たちの方が一番、はい、あの、はい。すごいなんか<ー>もうなんかいい C D がすごい全盛期で C D が売れてた時代ですので。はい、そうですね。いいですよね。あの時はもう J ポップ全盛期って言いますかね。はい、いろんな C D アーティストの方が出て、ね。はい もう100万枚達成しましたとか、ねはい、そういう時代でしたから、はい、で何でしょうね今みたいに YouTube とかもないけ、はい、分みんな CD 買って聞いてで僕もそうでしたけどレンタあの友達から借りたりしてやってたので。はい、うん 懐そういえばサクサクさんが先ほどあの、えー、と学校の校内放送でビーズが流れてたって言ってたんですけどもそういえばそうですね小学校とか中学校って学校の校内放送で曲とかが流れると思うんですけども、はい、それで僕が思い出したのがですね僕の高校時代僕の高校生時代の下校の曲が、はい、なぜかビーズだったんですよ。あら下校ののの曲がビビーーズズ、はい、イ,インス,タインストなんですけどもあのビーズの フレ,ンズフレンズ2のアルバムに収録されている松本さんのギターソロの曲なんですけども、はい、フレンズってあれですよねあのあ2ですかフレンズ2のですね。なので、はいはい、松本さんのギターソロの、えー、っと冬のあれだったかな冬の日ですかね冬の日,日と読むのかちょっと分かりにくいますけど、はい 僕の高校時代の下校の曲が、うん、ビーズの松本さんの、はいはい、ギターで、はい、すごいいい学校です,、ねす,はい、すぐになので毎日僕学校下校時間ビーズのフレンズ通、はい、の曲が流れてたので、はいはい、高校下校時間ずっと、はい、<ー>おそらくずっと十数年以上曲先輩にも聞いたらその時からずっと流れてるって言ってたので、うん、という思い出もあるんですけどもではファンになったきっかけなどもお話ししまして。 はい、じゃあ次は好きなあの曲などにお話移りたいと思うんですけども、はい、やっぱりあのビーズ好きに一番好きな曲って言っても皆さんやっぱり絞れないと思うので好きな曲っていったら絞れないのでじゃあ特,によく特によくドライブ中聴いてる時やっぱりちょっと好きだけど。 あのちょっとすごいバラードすぎてたまにしか聴かないとかだったりあると思う特によく聴く曲とかは例えば僕はですね、はい、え僕結構あのなんか応援歌的な。 ちょっと攻めるようなな曲が好きなのでポップに攻めるような曲といえばあの順情アクションだったり順情アクションだったりあのパーフェクトライフだったりそういったちょっとポップにちょっと攻めるようなちょっと言葉遊びもポップはい順情アクションとかちょっともう言葉遊びがしてるじゃん順情にアクションみたいなこうやって言葉遊びとポッ,プポップに攻めてる感じ好きなんですけど特にサクサクさんは聴いている曲とかはそうですねあの最近よく聞くのはやはり一番 が1番でもないか。もう、はい、あの新しい最近の宇頂天ですね。宇頂天有頂天よく聞きますね。はい、あれがもうかっこよくて、はい、まあ、えー、去年か去年のライブでも、あの沖縄公演では一発目に11着目にやりました。けれども、はい、もうあれ聞いてさらに好きになって、はい、もう。すっごい聞いてます。はい、あとは。あとはやっぱりあのすごい定番ですけど。はい ゼロですねあゼロ、はい、これはあの知ってる方多分多いんじゃないかなと思うんですけどねすごく有名な曲なのではいそうですね、はい、ゼロは結構はいビーズそこまで聴き込んでない方でもゼロは結構多分聴いたらああこの曲ねっていう感じでわ、ね、かるかなと思いますはいじゃあ他にあビーズの曲で恋愛とかあの恋の恋愛ソングで言えば例えばまあ有名なのがちょっとポップな恋,恋心みたいな 恋心みたいなちょっとポップな恋愛ングもあればあ、ねはい、ちょっとー z はちょっとポップな恋愛だけじゃなくてちょっとあの男女のいざこざだったり男女の不倫を歌っているのかなみたいな、はい、そうあるんですよ、はい、そういうのがねはい、はい、そうそう男女のすれ違いとか不倫とかも周りを気にせずになんかちょっと責めちゃいないよみたいな男女をっちゃいないよみたいなはいあるんですけどもその中で恋愛ングでじゃあ聴いてる曲はといえば例えば僕はあの、はいはい ちょっと結構ビーズ聞き込んでる人じゃないとわからない曲なんですけども、うん、あのフレンズに収録されてるの「はい、恋じゃなくなる日」あいいとこ行きますね。はい、恋じゃなくなる日は、はいはい、結構な、はいはい、ビーズ聞き込んでる人しか、はい、聞いたことない曲「恋じゃなくなる日」だったりあの、はい、するんですけどもサクサクさんはそうですね私なんだろう恋愛に関して聴、えー、くっていうと さっきのまあ恋心もありますし、はい、あとそうだな好きなのはあの有名どころで有名な曲だとあのやっぱり恋心、はい、あと、まあ、知ってるかな「オーガール」とかああオーガール、はい、いいですよねあれ好きですねやっぱりザ・ビーズって感じの明るい感じでこう、はい、なんか女の人を追いかける追いかけるってあるんですよん。 こう攻めていく感じで明るい感じでいくっていうのがまたあれライブ映えしますからねライブでもすごく盛り上がる曲で、はい、あの名古屋で見た時もすごい盛り上がってああいい曲だと思いましたね。はいはい ですよねオーガルはいなんかポップにあのなんか女性をポップにいい感じに追いかけるみたいな例えばやっぱあーちゃんのキラキララジオのあーちゃんが好きそうなあ絶対好きですねオーガルまだまだあもうついていきたいみたいな君を離さないっていうねそうあもういい歌詞歌ってるってあーちゃんあーちゃんあーちゃんサクサクさんだよ今日サクサクさんがゲストだよあーちゃんのラジオにいつも送っているサクサクさんだよというわけではいでは はい、あと、まあ、やっぱりファン向け,ファン向けといいますか、はい、に言うと、クレイジーランデブルとか<あ>あの、バンパイアウーマンとか、好きですね。はい、ですよね、はい、クレイジーランデブル、僕、とってつもなく好きで、僕も、はいね、あれはもうビーズファン、たまらないですよね。うん、あれね、<何>ライブでやってほしいなって思うんですけどね。ああ僕も一番、クレイジーランデブル、生で一番聴きたくて、うん、はい。あれは ショーケースぐらいでしかやらないみたいでショーケースっていうねすごいファン向けにやる曲ファン向けにやるライブですよねある意味どっちかっていうと普通のライブとはちょっと違ったショーケースの説明は時間が今日ないのでショーケースビズショーケース検索してだければ皆さん沖縄では名護市民会館でありましたのであり沖縄では名護市民会館あので。 はい、あのスタジアム規模でやるビーズが名護市民会館でやるのに僕とサクサクさんも当選しまして名護市民会館収容人数1000人ぐらいの中にもなのででは,はいこの流れでじゃビーズのライブの思い出ということでサクサクさんも名護のショーケースあ名護の思い出先にじゃ名護の名護市民会館の思い出は。いや名護の思い出はもうやっぱ強いですね。あの 今さっき言われたように思い出のライブと言いますとまあパッと思いつくのはやっぱり名護とあと一番最初に行った「マジック」っていうアルバムを出たそのツアーとえー去年の「エピックナイト」その3つで名護はやっぱりあの告知の仕方もねあのショーケースってすごく新聞の隅っこの方にスパイ広告みたいにちょこっと載るぐらいで,でまあこれ沖縄に来ることあるのかなって。 内思ってたのがまさか出てきてで当選して、えー、生きることができてで間近でビーズ見れていやーすごいなとあのなんでしょうねあの感動と一体感とあんな小さいあんな小さいってっちょっと失礼なかもしれない <laughs> 小さい会場であのすごいパフォーマンスするからいやこれは本当にやっぱ一度みんな見た方がいいよと。ライブ はいあの東京ドームとかでやるライブとはまた違った良さがあって、はい、とにかく感動しました一、ね、日中その日もうふわふわして帰りましたもん <laughs> すごいもうんだろうね本当と有頂天な感じでふわふわしながら帰って、はい、楽しかったです,です、ね、ふわふわといえばあの、えー、と去年行われたあの「エピックナイト」のツアーでははい、はい、あの 沖縄のギノワンコンベンション僕は一、ええ、沖縄コンベンションセンター一列目に僕が当選してサクサクさんはサクサクさんも二列目に当選しちゃって,ってゃそうなんですよね、はい、感動しましたよね感動しますねまさかこんな一番前に当たるとはということで、うんうん、本当にびっくりしました、はい、<laughs> 当日行かないとわからないんですもん、ね、その席のシステム自体が、はいはい そうなんですよ僕らはファンクラブには入ってるんですけどファンクラブのメンバーでさえも当日にな、うん、やっぱりセキュリティの問題もありますしそうそうファンクラブで当選してる方でも当日にならないと何列目というか分からないんですけども<う>僕あの、はい、当日会場で引きあの席番号を引き換えた瞬間に、はい、ど真ん中の一列目のど真ん中が引き換えたって、はい、ちょっとぼ,、はい、ぼえっ、えー、って。 もう本当に一番前の一番真ん中でいいんですか、うん、とちょっとなり,なりますよね、まあ、はい僕もなりましたもんですよね2、うん、二列目って聞いた時あ見た時に「は?」と思ってであの会場の、えー、席の配置見たらなってたから「いや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 」と思いながらあの時ちょっと1人で行ったもんですからこう誰もあの知ってる人いないからキョロキョロキョキョしながら。 大丈夫か、大丈夫かこれ、ドッキリじゃないかとか思いながら <laughs> 行きましたけどね、とにかく楽しめました。はい。ですよね、はい。一列んか来てますああいあい大丈夫ですよ。はい。じゃあ次、そうですね、ライブ、はいはい。ほか、はい、かライブの、はい、思い出といえば、そうですね、やっぱり、えー、近くで見れるといえば、はい。一列目、二列目なの今あの、福山雅治さんのライブで話題のキャノン砲。 キャノン砲が福山雅治さんのライブはキャノン砲で怪我しちゃったと思うんですけどキャノン砲も一同じく1列目2列目すごい近かったですよねキヤノンのテープがパーンっていくのが全部後ろにいっちゃって、はい、こんなことあるんだ <laughs> そうそうそう <laughs> まあある意味贅沢たくな悩みですけど <laughs>、はい、もう最前列だからキャノン砲がずもうすぐ目の前でキャノン砲が上がって、うん、僕らが怪我する可能性もまあまあちゃんと知ってると思うんですけどもちゃんと上にいくようう それぐらい迫力がある最善ですよありますね。あとですね、じゃあライブの思い出他に何かえー、っとまあライブの思い出、他にまあビーズのちょっといろんな裏話とったあるんでね、はい、裏話に移っても大丈夫ですはははいはい、はい、いきましょうじゃあ、えー、っとこの話はじゃあ結構なビーズファンじゃないと知らないよねという話題を、うん。 はい、何かありました例えばあのアルバム「サバイブ」あ,ありますよね,すねオリジナルアルバム「サバイブ」はい、サバイブのとある曲のですねうん、うん、とある曲,曲の歌詞は宜野湾市のラグナガーデンホテルの部屋で稲葉さんがあのアルバム「サバイブ」の曲の歌詞を書いてたということで宜野湾市のラグナガーデンホテルの部屋で、はい、書いてたということでうん、うん、そのアルバムの あの歌,詞歌詞カードのか、うん、端末にもあのスペシャルサンクスでスペシャルサンクスでラグナガーデンホテルって書いてるんですよあ<ー>だからこれが証拠というかあの、うん、はい本当にスペシャルサンクスでラグナガーデンホテルって書いてあるんですね書いてるので、うん、本当に山本さんが書いてたんだなってその曲の歌詞もあのえー、っと 曲の歌詞で海沿いの球場を見下ろせばって、はい、あるんですよあす海沿いの球場を見下ろせばってるんでけどもこの歌詞がその宜野ン市のラグナガーデモンホテルのをホテルの部屋から見た、うん、球場ということで、はい、ギノワン市の市民球場ということでありますよということで,で実際にその部屋,の部屋一般の人も借りれるので実際にその部屋番号までも公表されているので、うん、あそうなんですか、はい、部屋番号も、はいえー、確かに1115室だったかと。 1>, 1 1 1, 1号室だったかと思うので、はいはい、確かホテル側もなんかあホテル側は好評稲葉さんたちが自分たちで公表したのか結構部屋番号まで生きてやっぱりファンは稲葉さんが泊まった歌詞、うん、を書いた部屋に泊まりたいということで、うん、実際にその部屋1 1 1号室に泊まってるファンの方たちがブログにアップしたりといかもあったのであそうななんだ、はい、へーすごいな、はい、それは知らなかったな。 そうなんですよ。あの、この去年のライブの時に。お隣のノワンでやったもんですからね。隣で。合宿しましたよみたいなことを言ってたから。あ、この曲だろうなと思ったんですけど。部屋番号までは知らなかったですね。すごい。勉強になります。であとあれですか。じゃ。化粧品、あの稲葉さん、実家がね、化粧品や。さんですけど。行かれたことが。そうそうそう、あのビーズのファンの方は。 ビーズの稲葉さんの,あの、はい、実,実家があの稲葉化粧品店という化粧品店を、はい、あの岡山県で営んでいることを、うん、ビーズのファンの方は分かると思うんですけども、うんうん、そこ、ファンの方はよく皆さん、結構のファンの方は訪れる聖地となっていて、僕も稲葉化粧品店に行ってきましたので、はい、ビーズの稲葉さんのお母さんとツーショット写真も撮りましていえ、ツーショット写真、インターネットをご覧の方は、ツイキャスでご覧の方は今、 僕の稲葉さんのお母さんとのツーショット写真、これなんですけども、うんはい、現在もあの僕が訪れたのは5年前ぐらいなんですけど、はい、5、6年前なんですけども、はい、今もいいらっしゃいます、ねはい、今今も,、うん、今もテントに立たれていて、まあ、70代ではあるみたいなんですけども、いま、うん、だにテントに立たれていて、うん、あこの写真もちゃんとあの許可をもらってますので、うんはい、このようにあ稲葉さんのお母さん、写真も全然どんどん撮ってあの、このようにアップしてもいいよと、気さくな方ですので。うんはい いいですね僕も行ってみたいです。いいの化粧品店、はいはい、あ残り1分にもう<あ> 1> 残りもう30秒であるんですけども <laughs> <い>、はい、サクサクさん最後に、はい、来週はまちづくりラジオ通常放送のまちづくり全国各地の話題をお届けするんですけども今日のゲストサクサクさん何か最後にあ残り30秒,一30秒何か,、はい、何かあーちゃん大好きだよとかと、ね、<laughs> 何,で何でもそうですね、まあ、あのすごく勉強になることもいっぱいあってあの美術に関して、はい、またまあ こういう機会が持てればいいなと思っております。今日、本当にありがとうございました。はい、こっちらこそ。はい。はい。ありがとうございます。皆さん、では。はい。せいの、お疲れいいますか。あ、っうそっか。せいの、お疲れだった。<laughs> まあ、まあ、まあ。いや、ぎり。それこそれか。